テレダルマでーす。本日はアヌエヌエの人気モデル、希少モデルですね、まあ、あんまり作れないんで入荷ですぐ売れちゃうっていうね、希少なモデルのグリーンバードっていうシリーズのテナー UT110 ご紹介したいと思います。このグリーンバードシリーズは、一番の特徴は、まあ、木材でしょうね。サウスアメリカンマホガニーっていう表記なんですが、吸盤マホガニーを使っております。吸盤マホガニーってもうマホガニーの中でも一番良いとされていて、もう吸盤マホガニーがないので今代わりにホンジュラスマホガニーっていう、まあね、同じ中米ですけどでのマホガニー、もうそれもめっちゃ高くなってるんですけど、まあ、ホンジュラスマホガニー、略してホンマホって呼んでますけどね、がいいって言われてるんですけども、まあ、吸盤マホガニー最近ね、おそらく、これもそうなんですけど、植林ね、植えて育ってきてようやく使えるようになってきて、ちょっとずつ流通してるみたいです。正直、20世紀の時点でもうほとんど流通っていうのは終わってたというかね、もう幻の木材って言われてたんですけど、どうやらちょろちょろ出回り出してるようです。ただまあ本当にちょっとですね、やっぱりそんな大量にはつくね、植林してないですし、そんな、まあ、マホガニー比較的成長早いと言われてても、そんなね、植えてすぐポンでいうわけにはいかないので、木材ですからね、長い時間かけて育ちますんでね。で、その吸盤マホガニー何が優れてるかというと、すごい硬いんですよ。あ、高音もしっかりなってくれるマホガニーですね。音の輪郭もしっかり出るし、立ち上がりも早いという素材です。吸盤マホガニーのオールタン版のボディですね。でもう一個大きな特徴が、ラティスブレーシングと呼ばれる格子状のこのボディのトップの材の内側、裏側に補強の木を張ってるんですけど、それがラティス格子状ですね。このテナーに関しては4本の割り箸より細い木をこう斜めに格子状に張ってます。本来もっと太い木をね、縦に張ったりだとか、このブリッジの下に大きい木をバーンって張ったりとかね、いろいろしてる、いろんな補強の方法があるんですけど、このラティスブレーシングっていうのはすっごい薄い木をたくさん張ることによって、まあ、音量がぐんと上がるというメリットがあります。で、まあ邪魔するもんがないんでね、ブワーンとなってくれるという特徴があります。硬い木をいっぱい張れば張るほど、まあその分頑丈にはなるんですけども、やっぱり振動を妨げますのでね、鳴りっていうのは落ちていくんですよね。まあ細い木をいっぱい張ることによって、その頑丈さも兼ね備えているという画期的な、いわゆる補強ブレーシングのパターンの方法となっておりますね。まあ面倒くさいんで、なかなか安いウクレレではこのラティスブレーシングというのは採用されないと思います。これで大体15万円ぐらいのウクレレです。スペックご紹介しましょう。はい、ボディが吸盤マホガニのオールタンバーですね。ネックもマホガニ、ネックは吸盤マホじゃないですね多分。で、指板とブリッジとこのヘッドの表だけ付き板で、これ全部ローズウッドが貼られてます。ヘッドのロゴ、このアヌエヌエのロゴは本物の貝、白蝶貝、マザーオブパールと呼ばれてる貝が入ってますので、角度によってきらめき方が変わります。ペグは五島の UPT ギアペグ、国産のギアペグ最高峰が搭載されてます。ナットとサドルは牛骨ですね。で、あとどれかな、サイドのポジションマークも
マザーバード、白蝶がいいですね。で、グリーンバードと呼ばれるだけあって、ここのサイドのエンドのところですね、これグリーンのメイプルを緑に着色したみたいですね。で、全体的にはメイプルのバインディングが入ってて、で、このボディの、ちょっと見にくいですけど、このバインディングの下、パフリングと呼ばれる白、細い線なんですけども、緑とで、メイプルとで緑に着色、これはメイプルなのかな、緑に着色された細い、ね、ラインが入っております。で、ポジションマークも緑の木材、着色された木材のポジションマークが指板に入っているという。で、ハードケースもグリーンです。あの屋の兄弟機種シンガーっていうモデルのハードケースに採用されてた深緑のめっちゃかっこいいハードケースですね。アヌエヌエのロゴがプレート、今度からはこのプレートでサイドに入っていてめっちゃおしゃれですね。で、あと弦もこのシリーズから搭載された、ちょっと動画では分かりづらいですけど、緑のフロロカーボン弦ですね。アヌエヌエ独自の、独自のって言っても作ってるわけじゃなくて釣り糸屋さんにオーダーしてるみたいですけどね、という弦を採用しております。塗装は売れたんですね。で、指板ほんのちょっと湾曲してるんで、こう湾曲してるんで制覇はしやすいです。非常にちょっと曲がってるんでね、こうベタッと押さえるとき楽に押さえやすくなってます。だいたいスペック全部言ったかな、14フレットでジョイントボディと接続されてるんですが、このバードシリーズの特徴ですね、この1弦側は15、16、17フレットでジョイントされてるという形です。テナーはね、で、20フレットまであります。さあ、スペック全部言ったかな、必要なこと全部言ったかな。 あとね、そのトップがスプルースので、サイドバックマホガニのラティスブレーシング US100UC100UT100 とソプラノコンサートテナーと3種類出てたんですけど、今でも出てるんですけど、それの時も思ったんですけど、若干ねフレットのサイドの処理が上のクラス、ハミングバードとかに比べると若干
パンの岩崎さんという方に直接お店まで持ってきてもらったんですけど、持ってきてもらって朝弾いた時はそんな音量ないなと思ったんですけど、なんか弾いてるうちに出てきましたね、音量。結構あるんですよ、こういうこと。ある程度やっぱり弾いてあげないとね、元気になってくれない。一番最初ってやっぱり振動ね、全くしてない状態に比べると振動さすとよりしっかり響きやすくなるっていうのがあるんですよ。これエイジング経年変化、これがね1年10年何十年って弾くともっともっと深みのある音になるんですけど、勝って しばらくしての数時間っていうのは結構ね弾くと音変わるっていうのはよくある話です。スプルーストップに比べると音量は若干小さいかなっていうような気はしますけどもね。ただマホガニーだとは思えない。マホガニーって結構ね柔らかい軽いっていう感じの音なんですけど、まあ音色自体はね柔らかい軽い音かもしれないけど、めっちゃ立ち上がり早いんですよ。これやっぱり硬い材、吸盤マホガニーやからでしょうね。早い、ね、フレーズの音でもしっかり反応してくれる。一気に最大音量まで上がるって感じですね。もたっとする場合はね、弾いてから無音っていう感じになるんですけど、硬い材を使ってるウクレレだと弾いた瞬間に最大音量まで一気に上がるっていうね、いう特徴がありますね。これそういう特徴があります。でそのラティスブレーシングによって音量もバンとなってくれるという特徴がありますので、いいですね。サテンフィニッシュです。艶消しのウレタン塗装ですね。言ったっけ、シバンちょっと湾曲してるんで押さえやすい。言ったか、ちょっと先間違えて、これテイク2なんで先言ったかもしれない。うん、いいウクレレです。で、そうそう言い忘れてた、アヌエネが5月から残念ながらまた値上がりします。これも、今15万円ぐらいやけど5月から18万円ぐらいになっちゃうんで、買うなら5月です。うちのお店にもウェブには出してないんですけど、アヌエネ結構いろいろ置いてますんで、シンガーも置いてますんで、もし、ウェブに出てないけどアヌエヌエこれが欲しいっていうのがあれば、メッセージなどで問い合わせしてくれはったら、もちろん、4月中であれば旧価格で出せるもんは出します。アヌエヌエジャパンが在庫持ってないやつも結構ありますけど、ね、この UT100 もこれがラスト1本やっていうことで、なんとか抑えていただいて、いただいたいいですね。自分で欲しい。僕緑好きなんでね。いやーでも売りに出します、現状を測ってないね。最後に現状を測って終わりにしましょう。実際もうちょっと長いですけどね、オターブ調整補正の分ちょっと長いですけど、っていう感じの